戦力外からチームの主力にまで成り上がった山崎武。山崎は1986年にドラフト2位で中日に入団。当初は強打の捕手として育成されていたが、同世代の中村武が君臨していたため、外野手に転向。すると、1996年に松井秀喜や大鵬康明らを抑えてホームラン王に。しかし2002年、監督であった山田久志の発言に対して抗議の意思を示した山崎はトレードを直訴し、2003年1月にオリックスに移籍。するとオリックスでは名古屋ドームでの3連戦で監督の井原春樹は地元出身選手として先発出場を約束。初戦は4番 DH で先発出場し2安打と活躍したが、翌日の試合でスタメン落ち、試合をボイコットしたほか、井原春樹監督の解任まで要求する騒ぎとなった。結局オフに戦力外通告を受け、その後参入したばかりの楽天に入団。楽天では野村克也との出会いもあり、2007年に本塁打王と初の打点王、ベストナインにも輝いた。また39歳での本塁打王打点王の獲得は歴代2位の記録で、戦力外から再びチームの主力にまで覚醒したのだった。